ごめん、ちょっといい、うん、悩みというかさ、うん、なんか好きな人おったりもさ、一緒に遊んだりして、うん、遊んでくれるってことはさ、なんか結構そっちも気があるんかなって思うよ、うん、まあ2人2人で遊んでたし、うん、告白したらそういう風に見てなかったっていうのがあって、うん、すごい好きやったからさ、なんかもっとさ、なんか違うさ設定でさ、もっと違うなんか価値観でさ、なんか出会えるさ、世界線をさ、なんか選べればよかったなと思って。何なの？そう願ってもやっぱ無駄だからさ。何なの？まあまあ俺、グッバイ。グッバイ？ふざけてんの？いや、聞いてくれてありがとう、本当に。いや、まあ俺も謝って。俺も結構謝ったんやけど、その子に感情のないさ、I'm sorry やったな。竹内、ちょっといい？そう、なんか、ちょっと聞いてほしくてさ、うん、悩んでるみたいな感じやねんけど、ああ何のために俺って生きてるんかなみたいな思ってさ、人間っていうか、もう生き物全部がその、うん、なんで存在してるんかみたいな、うん、なんか考えたら止まらんくなってきてさ、うん、何のために生まれ、何のために死ぬんかみたいな。じゃなくて普通にね、アンパンマン、普通に俺が思っただけ、今のは普通の、うん、別で別で普通に俺が今思った何のために生まれて何のために生きるのか別マジ普通に何のために生まれてんのかってさ、なんか2番がさ、うん、その残像をさ消し去りたいのはさ、自分の限界がそこにあるからで、自意識過剰なさ、うん、俺の窓にはさ、彼の彼の日付ないからさ、じゃあ消してこれ、ちょっとリライトして、晴れやん、消しとって言うときはリライトしてこれ、何やんねん、うん、ちょっとくだらマジで別やったコメントでちょっといい、何あ、ごめん、ちょっと話というかさ、うん、俺って本当にさ、正直誰から回されてはないよ、別に。まあどうやろな、最近もうずっと落ち込んでてさ、うん、遊んだりしててもなんか遊び足りないしさ、何か足りないしさ、困っちまう、まあ、もうこれ誰かのせいなんかなと思って、なんかあってもなんかこのランサルエイディでさ、あぶんか。いやでもなんかその最新の流行もさ、当然の把握してる。うっせえわよ。うっせえわよ。経済の動向も。もういい、もういい、もう分かったからいいだろ。あちぎや。はっせえ。お前や。せえ。あちぎ。頭の出来が違うので。ほんとに。ちょっと今月さ、聞いてもらってもいい？何？なんかまあ別に悩みってことじゃないねんけどさ、うん、最近も。魚の方がうまなってきてさ、あの頃肉、魚って絶対肉やんと思ってたけど、最近なんかたまにまあ五分五分どころかちょっと魚優勢ぐらい魚好きになってきてさ、俺の体が昔より大人になったからなのかな。やっぱあの時はさ、思春期にさ、少年から大人に変わるさ、うち探しててんけど汚れもないわ、壊れかけの壊れかけのレディオやね、うん、魚の発祥やね食の好み本当に幸せらしいってよ、魚の発祥大げさすぎるやん、肉と魚の話、うん、何もしこない、なんでやん、ちょっと竹内聞いてや、夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってさ、LINE、君とはもう3年くらい、3年歌詞見んな別に君を求めてないけど、俺の話横にいられると思い出す、うん、君の涙、うん、とかパラの、うん、その構成のせいだよ、めっちゃ照れてる竹内、ギフテッド、アレオゾモンテッド、うるせえ竹
やと思って反則異次元日本ではないです。ノリゲーそれ聞いて泣いて、うん、えいライバル口調揃えて、うん、うーライバル口調揃えて、バグでまぐれ認めね絶対、うん、マジでこれお前全部生身で、うん、いつ生身いつ生身そんなこと言ってたあれいつ生身って言ってたいつ生身いつ生身って分かったブリンバンバンブリンバンバンもやったわ元気に歌えよ